神様、そろそろ寝ましょうか。ベル君、今日は随分とお疲れみたいだね。ええ、ダンジョンでちょっと無理をしてしまって。それはいけない。ベル君、しっかりと疲れを取るために今日はベッドで寝た方がいい。まあそんなダメですよ。神様をソファーで寝かせるわけにはいきません。確かにベル君のいないソファーは寝心地が悪そうだ。僕はソファーで寝るのに慣れていますから、いつも通り神様がベッドを使ってください。いや、それはダメだ。どうしてですか？ダンジョンは常に死と隣り合わせだろ。そんな場所へ行くベル君に疲れを残させるわけにいかない。神様。というわけでベル君がベッドを使っておくれ。はい、お言葉に甘えさせていただきます。どうかしたかい？どうして神様もベッドに？僕をソファーに寝かせるわけにいかないって言ったのはベル君だろ。つまりそれは一緒に寝ようって意味じゃありませんからね。そこまではっきりと言われるとさすがにショックなんだけど。だってそうかいそうかい。ベル君はそんなに僕と寝たくないのかい？そんなことありません。だったら何も問題ないね。ふっふん、実はベル君とこうして寝るのが僕の夢だったんだ。はあ、神様の夢を叶えられて僕は嬉しいです。ぐぬぬ、しかしだ。どうかしましたか？どうしよう、すごく眠い。だったら寝ればいいじゃないですか。そんな、もったいないこと。神様？ぐぬぅ！おい、危ない。寝るところだった。眠いなら寝てください。それはダメだ。今夜は朝までベル君と。神様。
どうしよう。僕を一人にしないでおくれ。大丈夫ですよ、神様。僕はずっとそばにいますから。アイズさん、こんなところでどうしたの？久しぶりに来てみようかなって思って。アイズさんこそどうしたんですか？私は君との特訓の後もたまに来てるから。そうなんですか。うん。久しぶりに特訓しようか。何のですか？昼寝のだよ。ほら、君も。いや、僕は眠くないので。いう時でも眠れるようにするために特訓するんだよ。アイズさん、眠れない時はどうすれば？アイズさん、
アイズさん。アイズさん。ゲームデータをセーブするんだね。神様、そろそろ寝ましょうか。ベル君、よかったら今日もベッドを使っておくれ。ダンジョン探索で疲れているんだろう。それはそうなんですが、神様はどこで寝られるんです？ベル君はどこで寝た方がいいと思う？そうですね、僕もジャガマル君の売り子やヘファイストスの店でのバイトで疲れてしまったよ。でも稼ぎ頭の疲れたベル君をソファーで寝かせるわけにいかない。しかし僕も疲れてしまった。これは困った。本当に困った。神様、一緒に寝ます？そんな、一緒になんて。ベル君、君は一体何を考えているんだ？あ、ごめんなさい。僕はやっぱりソファーで。いや、一緒に寝よう。恥ずかしいけれど、君の提案を受け入れるよ。神様、今日は元気ですね。前回
回は不覚にもすぐに寝てしまったからね。今日はバイトから帰ってきてから昼寝もしたし、朝までバッチリさ。朝までですか？そうだよ、ベル君。最近君は帰ってくるとすぐにバタンキューだろ。まあ疲れているんだ。それもしょうがないし、休養が大切なことは十分に理解してる。でもだ、二人きりのファミリアでそれもどうかと僕は思うんだよ。帰ってきて無言の二人、会話を交わしてもステータス更新の時だけ。いや、そこまでひどくはないですよね。ものの例えさ。でも僕はこのままだとそうなりかねないんじゃないかって危惧してる。すみません。別に朝まで付き合ってくれとは言わないさ。でもたまにはこうして話をする機会を強引に設けることも必要なんじゃないかな。はい、神様の言う通りだと思います。じゃあベル君、いろいろ聞かせてくれるかい？例えばそうだな、こういう状況でしか言えない僕への気持ちの言葉とか。ちょっとベル君、聞いてるのかい？神様、僕に目を覚めることをしてもらえませんか？なんだ、眠いのかい？すみません。眠いなら寝てくれて構わないんだよ。君に辛い思いをさせてまで話をするのもどうかと思うしね。でも、せっかく神様が話をする機会を作ってくれたのに。ありがとう。僕はベル君のその言葉だけで気持ちがいっぱいだよ。だから、ゆっくり寝ておくれ。そうですか。じゃあ、おやすみなさい、神様。おやすみ、ベル君。ゲームデータをセーブするんだね。
あったね。わがが、どうしたの？すみません。また会えるとは思わなかったので。私も。今日もいい天気だね。よく眠る。いい特訓ができそう。君はどうする？何をですか？一緒に昼寝じゃなくて特訓しないの？すみませんけど、今日は…あれ？どうしたの？今日は鎧を着てないんですね。うん。ダンジョンに行かないから。僕がいなくなっても、昼寝の特訓をするんですか？うん。その、格好で？格好？僕も一緒に特訓します。うん。あれ、もう寝ちゃったのかな。まだだけど。あ、すみません。ううん、平気。君は寝ないの？あまり眠くないんです。そう。あの、はい、何でしょう？あまり見られてると気になる。すみません。どうして謝るの？だって。変なところ見てたから。変なところ？私、おかしいところある？いえ、ないです。アイズさんは上から下まで全て素晴らしいです。って僕は何を言ってるんだ！君はいつも緊張してるね。すみません。そろそろ真剣に特訓しようか。はい。アイズさん。ゲームデータをセーブするんだね。
リリー、どうしたの、そんなに慌てて。ビル様、どうかリリーを助けてください。お願いします。もちろん力になるけど、でも先に何かあったのか話してくれない？あの、ビル様、こんなところで立ち話もなんですし。ああ、そうだね、どうぞ中に入って。はい、ありがとうございます、ベル様。お茶を出すからちょっと待っててね。あ、お気遣いなく。遠慮しないで。って言ってもリリの口に合うかはわからないけど。ベル様が入れてくださったお茶がリリの口に合わないわけがありません。ありがとう、リリー。ところでヘスティア様は？今日は夜までバイトらしいんだ。もしかして神様がいた方がよかった？あ、いえ、そういうわけではありません。むしろいなくて都合がいいと言いますか。ん？それでリリー、何があったの？もしかしてまた変な人たちに付け狙われて？いえ、それは大丈夫です。リリがリリだと知っているのはベル様たちだけですから。うん、それならよかったよ。それでですね、話を戻しますが、ダメです、思い出すだけで鳥肌が。そんなに怖いこと？実はリリが寝泊まりしている部屋に虫が出たんです。虫？リリは虫が怖くて逃げてきたの？何かおかしいですか？おかしくはないけど、リリってモンスター相手でも物怖じしないじゃない。だからちょっと意外だなって。それとこれとは話が別なんです。わかったから落ち着いて。つまり僕はその虫を退治すればいいんだね？いえ、虫はお世話になっている宿の店主さんがやっつけてくれました。じゃあ僕は何をすればいいの？ここに止めていただけませんか？また虫が出ると考えただけでリリは。わかった、神様が帰ってきたら聞いてみるよ。ありがとうございます、ベル様。ベル
様。少し横になってもいいですか？うん、構わないけど、あまり寝てないの？はい、虫が出たのが夜中でして、それからずっと起きているもので。じゃあ神様のベッドを使って。僕はちょっと買い出しに出るけど、ゆっくりしてていいから。え、ベル様は怖がってるリリを置いていってしまうのですか？ここに虫は出ないよ。もし虫の夢にうなされて飛び起きて、横にベル様がいてくださらなかったら、リリは泣いてしまうかもしれません。そうなの？ですからリリが寝つくまで横でリリを見守っていてください。よろしくお願いしますね、ベル様。リリ、僕まで寝る必要はないんじゃない？いえ、あります。だってベル様が横にいてくだされば、リリは悪い夢なんて絶対に見ませんもん。そうなの？はい、もちろんです。でもちょっと気恥ずかしいな。もう変なことを言わないでください。リリまで意識してしまいます。あ、ごめん。そうだ、リリ。はい、何でしょう？どうかしましたか、ベル様？本当に眠くなってきちゃいました。ベル様、リリはちょっと寝ますけど、どこにも行かないでくださいね。ありがとう。じゃあ今日はこれで解散だね。ベル様、今日はエスティア様のホームでバックパックの整理をしてもいいですか？うん、もちろん構わないよ。ありがとうございます、ベル様。解毒剤はまだ大丈夫、そろそろ仕入れた方が。
リリー眠いの？はい、その通りです。リリーはとてもとても眠いんです、ビル様。そうなんだ。まだ虫が出た。ええ、暗闇の向こうからカサカサ音が聞こえて、リリは生きた心地がしませんでした。ダメだよリリ、そんな状態でダンジョンに入ったら危ないよ。あ、すみません。バックパックの整理が終わったら少し横になっていいよ。いいんですか？いくらスキルの力があると言っても寝不足で重い荷物を持つのは危ないでしょ。リリに何かあったら僕は嫌だし。ベル様。ねえリリ。僕が横に寝る理由がないと思うんだけど。前にここで寝た時にリリは分かったんです。リリの安眠に一番効果があるのはベル様のぬくもりだって。僕のぬくもり？はい、ベル様の気配、息遣い、そういうものに包まれながら眠りに落ちていくのはとても幸せな瞬間でした。リリが疲れていただけだと思うよ。確かにそれもあると思いますが、それでも宿で一人で寝るときよりも心地よく眠れたのは事実です。あんな幸せな気持ちで眠れたのは初めてかもしれません。どうして手を？こうすれば安心できるかなって思ってさ。それはそうなのですが、あまりにも急だったのでリリは驚いてしまいました。ごめん、先に言えばよかったね。いえ、恥ずかしいですけど嫌というわけではありません。ですからずっと手をつないでいてくれるとリリは嬉しいです。うん、寝つくまではこうしてるよ。寝つくまでではなくずっとですよね。それは難しいんじゃないかな。はあ、ベル様ならそういう反応すると思っていました。ゲームデータをセーブするんだね。申し訳ありませんでした。いえ、誰にでも失敗はありますから。
しかしつまずいた拍子に特大ジョッキのビール3杯分を頭からかけてしまうなんてでも驚きました。リュウさんもああいう失敗をするんですね。いえ、初めてです。もしかすると少し疲れているのかもしれません。あまり無理をしないでくださいね。じゃあ僕は帰ります。さすがにこの格好で食事は続けられませんし。待ってください。その格好で帰らせるわけにいきません。でも私が服を洗いますので、乾くまで私の部屋で休んでいてください。そんな、リュウさんの部屋に入るなんてダメですよ。これは私の過失によるものです。遠慮なさらないでください。でもクラメルさん、どうか。このままではエルフとして私は。わかりました。じゃあお言葉に甘えて。では部屋まで案内します。リュウ、いつまでもくっちゃべってないで、とっとと空いたテーブルを片付けな。すみません、クラネルさん、私の部屋は階段を上がって。リュウ、何やってんだい。はい、すぐに。クラネルさん、洗い物は廊下に出しておいてください。シル、今日は泊まっていくのですか？申し訳ありません。私の部屋にはクラネルさんがいるので、少しだけ休ませてもらってもいいでしょうか？朝からずっと気だるい。少し体調を崩してしまったのかもしれません。シル、申し訳ありませんが、少し経ったら起こしてもらえませんか？洗濯をしたクラネルさんの服が乾いたか確認しないといけないので。シル、寝ているのですか？困りましたね。これでは眠ることができません。そういえば、今日も酒場で暴れる不埒な冒険者がいまして。いけませんね。私はいつもやりすぎてしまう。はあ、暑いですね。汗をかいてしまいました。着替えを取りに行こうにも、部屋にはクラネルさんがいますし。シル、シャツを借りますね。このままだと風邪をひいてしまう。Thank you.
クラネルさん、お待たせしてしまい申し訳ありませんでした。いえ、それよりも僕に用事って何ですか？実は。はい、何でしょう？先日の件でお話が。ああ、あのことは気にしないでください。リュウさんが服を洗濯してくれたおかげでとても綺麗になりましたし。その件ではなく、いえ、その件に関連していることなのですが。何ですか？単刀直入に聞きます。シルのベッドに寝ていたのはクラネルさんですね。撮っていたシルが帰ってきたのは夜遅くなってから。つまり私がシルの部屋に行ったとき、まだシルは部屋にいなかったということになります。ではシルのベッドに寝ていたのは誰なのか。すみませんでした。事情を話していただけますね？あそこがリュウさんの部屋だと思ったんです。確かにあの時私は自分の部屋がどこなのかをしっかりと説明しませんでしたね。それで服を脱いで寒かったから毛布を借りて。いつの間にか寝てしまったと。すぐに言えばよかったんですけど、その勇気がなくて。横島な考えがあったわけではないのですね。そんな、リュウさんやシルさんを傷つけるようなこと絶対にしませんよ。わかりました。クラネルさんの言葉を信じましょう。というわけでクラネルさん、お詫びをさせていただきたいのですが。何のです？ここでは何ですので、私の部屋に。あの、リュウさん、これはどういうことなんでしょう？ですから、お詫びです。何のですか？私は、クラネルさんにお酒をかけただけではなく、余計な気遣いまでさせてしまった。私としては、火に火を重ねたままにしておくのは心苦しい。ですからお詫びは。理由は分かったのですが、なぜ添い寝を？それは私が聞きたい。え？すみません、どうしたらよいのかと皆に相談したところ、男性になら添い寝が喜ばれるだろうと助言を受けたのです。汁に隠れてどうかと思ったのですが。あの、リュウさん、こんなことをしてもらわなくても僕は。やはり私がしてもお詫びにはなりませんか？いえ、そういう意味ではなく、リュウさんでも、いや、リュウさんだからこそ嬉しいという気持ちもあって。そうなのですか？
ずっとこうしていられたら嬉しいな。それは困ります。すみません、調子に乗りました。クラネルさん、あなたはとても不思議な人だ。そうですか。さて、お詫びはこれくらいにしておきましょう。シルに見られたらそれこそことだ。ゲームデータをセーブするんだね。エイナさん。あ、ベル君。変なところを見られちゃったな。どうしたんですか？こんなところで座り込んで。ちょっとめまいがして、少し休めば大丈夫だと思う。え、大変だ。うちのホームに来てください。一人じゃ歩けませんよね。僕の肩に捕まってください。でもね、ベル君。困った時はお互い様です、エイナさん。さあ、行きましょう。お願いだから話を聞いて。気分はどうですか？うん、だいぶいいよ。ありがとう。エイナさんに何かあったら僕は。ん？私に何かあったら僕は何？あ、なんでしょう。こら言え、言わないとこうだぞ。エイナさん、引っ張らないでください。ベル君捕まえた。それで私に何かあったら何なのかな？それよりもエイナさん。ん？どうかした？あれ？顔が赤いね。もしかして熱があるんじゃない？ほら、おでこを貸してごらん。いやいやいや、大丈夫ですから。こら、逃げないの。僕は平気ですから。それよりも、エイナさんは大丈夫なんですか？私はただの寝不足だから。え、寝不足？昨日仕事が忙しくて遅くまで無理しちゃったの。それでそのままあまり寝ないで買い物に出てきちゃったから。それでめまいを。余計な心配かけちゃったね。ごめんね。Thank you.
にしないでください。いつもお世話になってますから大丈夫です。10点。え？ベル君、今の答えじゃ女の子は口説けないよ。いやいやいや、そんなつもりありませんから。そっか、私にはそういう魅力がないのか。エイナさん、からかうのはやめてください。はあ、どうしよう、眠くなってきちゃった。適当な時間に起こしますから、よかったら寝てください。じゃあ、お言葉に甘えて少しだけ。おやすみなさい、ベル君。あ、寝てるからっていたずらしちゃダメだぞ。しませんよ。ゲームデータをセーブするんだね。買うものはこれだけですか？うん、これで終わりかな。じゃあその荷物も貸してください。僕が持ちます。あのね、ベル君、これくらいは自分で持てるから。いいですよ、僕が持ちます。もう、どうして今日はそんなに強情なの？僕が気づいてないって思ってるんですか？昨日も夜遅くまで仕事してたんじゃないですか？もしかして顔に出てる？あ、いえ、ほんの少しですけど、今日は声に元気がないなって。あはは、そういうところに気がついちゃうんだ。エイナさん、今日は帰ったら何をする予定なんですか？掃除をして、合間合間に溜まった書類の処理を。あっ、はあ、エイナさん、僕たちのホームに行きましょう。ね、ベル君、最後のは冗談で。ホームに来てください。ちなみに、昨日は何時頃まで仕事をしていたんですか？空が明るくなるくらいまでかな。朝までですか？あはは、いろいろ積まれちゃって。実は今もちょっと眠いんだよね。だから家に。寝るならベッドを使ってくださいね。神様は夜まで帰ってこないと思いますから、くつろいじゃって大丈夫ですよ。はあ、普段はあんなに器用なのに。
って、エイナさんに倒れられたら嫌ですよ。そう言ってくれるのは嬉しいんだけど、あ、そうだ。どうかしました？ベル君は私を家に帰したくないんだよね。それはまあ休んでほしいですから。うん、だったらゆっくり休ませてもらおうかな。ベル君に手伝ってもらって。え、僕が手伝う？あのエイナさん、僕が横に寝ていて本当に休むことができるんですか？もしかして嫌なの？ベル君が横に寝てくれないなら家に帰って仕事しちゃおうかな。わかりました。ちゃんと横で寝てますから。よろしい。なんかベル君ちょっと変わったね。え、そうですか。少し前までオロオロしてる男の子って感じだったんだけど。あ、それは今も変わらないか。そうなんですか？うん、でもね、ちょっとたくましくなったよ。頼りがいが出てきたって感じがする。それはもう、僕もレベル2ですから。はい、調子に乗らない。そういう油断が大事故を招くんだからね。例えばミノタウロスの返り血で全身ベトベトになるとか。それを言わないでくださいよ。それにあれはしょうがないじゃないですか。ベル君と会ってまだ数ヶ月なのにもう思い出がたくさんあるって、なんか不思議。ベル君はどう？私との思い出で印象に残ってることって何かある？優しい笑顔ですかね。例えばこういう？はい、そういう笑顔です。これいつもしてることじゃない。確かにそうですけど、僕エイナさんの笑顔が大好きですから。ちょっと好きって。エイナさん、どうかしましたか？なんでも。エイナさん、いつもありがとうございます。本当に感謝しています。今だって大好きです。ゲームデータをセーブするんだね。
ずぶ濡れじゃないですか。すみません、少しだけ雨宿りさせてもらってもいいですか。もちろん構いませんけど、そのままだと風邪をひいちゃいますよ。そうなんですよね。やっぱりホームまで走って帰ろうかな。そうだ、いいことを思いつきました。何ですか。よかったら服が乾くまでアキレアを使ってください。ね、そんな悪いですよ。遠慮なさらないでください。これも私のためなんですから。シルさんのため。だってベルさんに倒れられたりしたら悲しいです。そうなんですか。それにたまには一人でゆっくりとお夕飯を食べるのもいいと思いますよ。服が乾くまで時間がかかりますし、部屋でゆっくりとお夕飯を食べていってください。そういうことでしたら遠慮なく部屋をお借りします。ではご案内しますね。起きられましたか。はい。ってシルさん。他の店員はそろそろ寝入る頃なのでお静かに。え、もしかしてもう。はい、夜中ですよ。起こしてくださいよ。起こすのもかわいそうかなって思ってそのままにしちゃいました。ベルさんの寝顔可愛かったですよ。もうからかわないでください。ああ、僕急いで帰らないと。多分帰れないと思います。え、どうしてですか。ベルさんの服なんですが、洗濯場に出したまま忘れてしまいまして。つまり今はまだ。はい、先ほど干したばかりなので少しも乾いていないと思います。シルさん。だからし、まだベルさんがいると知られたらミヤお母さんにそれはもう怒られちゃいます。え、僕がいることを秘密にしているんですか。ここにお通ししたことはもちろん知っているんですよ。でも止まっているとまでは言っていなくて。見つかったらどうなるんでしょう。想像したくないですね。シルさん。はい、何ですか。どうして僕たちは一つのベッドで寝ているんです。私の部屋には一つしかベッドがないからですよ。え、もしかしてここってシルさんの。はい、ここは私用に開けてもらってある部屋です。どうして部屋に男性を通しちゃうんですか。普段は使ってないのでいいかなって。あ、もしかして竜の部屋が良かったんですか。そういう意味じゃなくてですね。ベルさん、こんな機会めったにありませんし、ゆっくりお話ししませんか。きっと楽しい夜になると思いますよ。ああ、わかりました。お付き合いさせていただきます。
セーブするんだね。クラネルさん。あ、リュウさん。すみませんけど、シルさんを呼んでいただけませんか。ランチボックスを返したいんです。申し訳ありません。今日シルは体調を崩して休んでいまして。え、シルさん大丈夫なんですか。はい、問題ありません。体調を崩したといっても咳が少し出ている程度なので。確かに咳が出ていたらお店には立てませんね。クラネルさん、もしお時間があるならシルを見舞ってあげてくれませんか。もちろん構いませんけど、部屋に上がってもいいんですか。はい、宮川さんは私が説得します。わざわざすみません。部屋まで来てもらっちゃって。いえいえ、ランチボックスも直接返したかったですし。今回もとても美味しかったです。ありがとうございました。はい、喜んでもらえてよかったです。咳の方はもう大丈夫なんですか。熱も下がりましたし、もう…シルソン?実はまだ熱が下がらないんです。でも今下がったって。どうしましょう、ベルさん。私寒くて寒くて。それだったら毛布をかけないと。どこにあるんですか。そう、洗濯をしてしまっているんです。どうして具合が悪い時に毛布を洗濯しちゃうんですか。それは、どうしよう。このままだとさらに悪化して明日もお店に立てなくなってしまいます。そうなったら私職を失って。いや、いくらなんでもそんなことには。ベルさん、折り入ってお願いが。あ、はい、僕にできることなら何でも言ってください。添い寝していただけませんか。横に寝ていただければ暖かいかなって。ダメ?ダメですよ。そんなことできるわけないじゃないですか。ケホッケホッケホッ。ああ、私このまま職を失い路頭に迷うんですね。ベルさんが横に寝てくれれば私路頭に迷わずに済むんですよ。わかりました。
でもくっつくのはダメですからね。はい、よろしくお願いします。じゃあ失礼します。じゃあどんなお話をしましょうか。いやいや、シルさん具合が悪いんですから寝てくださいよ。ベルさんとお話しすることが私にとって一番の良薬なんです。話ならいつでもできますよ。だから今はしっかりと寝てください。じゃあ眠れるようなことをしてくれませんか。例えばどういうことですか。それはベルさんが考えてください。どうしたんですか？なんだか挙動不審ですよ。頭を撫でるのはどうかなって思ったんですけど、勝手に触られたら嫌がるかなって。そんな、ベルさんの手を嫌がったりなんてしません。そうですか。でも恥ずかしいので手を握るくらいにしてくれると。手を。ダメですか。わかりました。頑張ります。はい、頑張ってください。ゲームデータをセーブするんだね。